それじゃあ早速ルールを説明するわね。まず勝利条件は相手が降参する、もしくは戦闘不可能と判断したら勝ち。そして指揮解放は第1解放まで許可します。待ってよ、第2解放しないと勝負にならないよ。まだあなたは第2解放を完全にコントロールできてないでしょ。下手に力を使って暴走でもさせたらまずいわ。へ、わかったよ。無茶だけはしないでね。メリアちゃんどこまで強いんだろう。結果ネイもかなり強いし、これは見応えありそうだね。さて、あの子はどこまでやるのかな。二人とも頑張って。それでは始めるわよ。お手柔らかに。遠慮しないでね。はじめ。まずは上から。連続。いない？後ろ。さっきの返すね。あんまり空中には浮かない方がいいわ。危ないわね。さすがにさっきのはダメだったか。うわ。止まった。うわぁ。急に飛ぶと能力に自由を奪われやすいの。だから不用意に浮いちゃダメ。私の光と。何？あの力は。さて、次はどうするのかしら。光脈。なるほど。光の脈を放って周囲の情報を高速で入手してるのね。あの渦。この星にある力じゃない？全然わからない？くそ、わからないからどう動けばいいか悩むわね。とりあえず、弾幕で様子を見ようかしらね。引き船津式、紅葉弾部、助走。まずは様子見、しかも、ボローがさせるように弾幕を選んだあたり。戦闘センスはちゃんとありますね。それじゃあわかりやすい光は消して。この、ビリオンランボルテックス。これはそう簡単には抜けれないわよ。全部消滅した。お母さんはダメって言ってたけどこれはちょっと無茶しないとな。指揮解放。さあ、高速を超えた境地を見せてあげる。うん、それが今出せる電力かな。まだ上はある。でもまだ使いこなせていないわ。私がちゃんと教えてあげる。え？あれ？身動きが取れない。私からしたらその携帯もまだまだ未完成だよ。その携帯の本質はあなたたちに宿っている詩人にどこまでシンクロするかが大事なの。あなたは比較的にもともとのシンクロ率が高かったから力の流れが綺麗だけど、その分、近すぎるあまり、本質をうまくつかめていないわ。ご主人もこの星が気に入ってるみたいですし、短期間の間、私があなたたちの力を引き出してあげる。ここまで。ね。降参します。そして、ご指導お願いします、師匠。勝負あり、勝者。メリア。すごい。結果ネイが手も足も出なかったよ。しかもずっと笑顔だった。それはそうだ。あいつが教えていた奴らは最低戦闘力が1強を超えている連中ばかりだからな。あれくらいなら赤子を相手にしている感じだな。お姉ちゃんか。赤子扱い。よし、終わったことだし、せっか。だったかな。ここ周辺を教えてもらってもいいかな。うん、わかった。私、結果ネイのところに行ってくる。すごい、上には上がいるんだ。完璧な存在だったお姉ちゃんがあっさり負けた。よし、早速行こう。待って。お姉ちゃんもまだ完璧じゃないんだ。私もまだ。可能性はあるのかな。私も月下お姉ちゃんのところに行こう。へえ、この星の生命は本当に綺麗だな。追いついた。やっと来たか、じゃんじゃん教えてくれよな。うん、でも私も少し聞きたいことが。なんださっきの試合、パト様にはどう見えましたか？遠慮なんかしなくていいぞ。そうだな、普通に指導しているなって感じだな。技や能力も基礎の基礎クラスのことしかしてないし、特に驚くことはないな。あれが基礎の基礎？あれくらいなら俺が生まれてすぐの頃にはできてたしな。何百年も生きてたらそうなるのかな？いやいや、俺まだ14歳だぞ。年数なんて関係ないさ。ちょっと待って、14歳？ああ、俺は14歳、メリアは13歳だな。一つしか違わないよ。メリアちゃんに関しては同い年。へえ、ってことはセッカも13歳なんだな。それじゃあぜひともメリアと仲良くしてくれ。メリアや俺は尊敬されたり、敬われたりばかりで。同世代の友人が一人もいないんだ。でも二人ともすごい神様なんでしょ。恐れ多いな。慣れるといいさ。俺もメリアもこの星を気に入ってるから数日はここに泊まるつもりだしな。そうなの。だったらその間ずっと家に泊まればいいよ。でもその間、私の師匠になってほしいな。構わないさ、メリアもさっきの子に指導するつもりだしな。俺たちは俺たちで秘密の特訓でもしようぜ。秘密の特訓。ぜひ、お願いしましゅ。した感だよ。わはははは。さて、それじゃあ早速始めようぜ。うん。
こうして私たちはこの星、そして四季家の方々にお世話になることになりました。私は月下ちゃんメインに特訓を、ご主人は月下ちゃんと秘密の特訓を始めて、1ヶ月が経過しました。くそ、どうなってんだ。まったく火が収まらない。落ち着きなさいよ、トーヤ。あなたが慌てたら部下たちが困るでしょ。それより生存者を早く見つけましょう。まだ諦めてはいけないわ。なんで慌てないんだ。お前も指示があっただろう。明日から俺たちは帰国しなければならないんだ。絶対命令でしょ。私も当然知ってるわ。でも仕方ないでしょう。火はどうやっても消えない。見つける人は全員。私はね、もう薄々わかってるのよ。生存者はいないって。いよ、お前諦めたくない気持ちはわかるけど、あなたもわかってるから焦ってるんじゃないの。私だってまだ諦めてない。だから落ち着けと言ってるの。すまない。それじゃあ俺は時間ギリギリまで探す。私もそうするわ。絶対に冷静でいるのよ。ああふふ本当、バカな男。慌てたところで全く意味がないというのに。この炎はね、この町全体の罪を執行する炎なの。消えるわけないじゃない。この町全体の罪はどれほど重大だと思ってるの。助ける、助かるわけないじゃない。この火元は罪を犯した人そのものなのだから。うすうすか。はは、全滅に決まってるでしょ。誰がやったと思ってるの。人気連副団長の称号を持つリオ・カムニバルよ。さて、もう少し茶番に付き合ってあげるか。リオ、緊急事態だ、直ちに戻れ。その声はわい、あなたが私に声をかけるなんて何年ぶりかしら。誰もとはいい、早く戻れ。悪いけど、私にも都合があるの。明日には帰るわ。ち、早くしろよ。あいつが私に何の用かしら。あいつが緊急を要するレベルのことが起きたってことか。はは、あはは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 。最高ね、本当、この世界は最高。私を退屈させない。さて、どうせ全滅しているんだ、隅に隠れてサボろうか。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。